軽千代紙千代紙で作られた折り鶴千代紙は、日本の伝統的な遊びである折り紙を作るために、使われたり、紙人形の衣装、工芸品や化粧箱に装飾の目的で貼られる、門や柄の豊かな和紙で作られた、正方形の紙である。折り紙と呼ぶこともある。本校では、用紙で作られたものを折り紙とし、和紙で作られたものを千代紙として扱う。 日本の伝統的な門や模様が入っている正方形の紙を指す場合が多く、特に和紙で作られたものを千代紙と呼ぶ。一般的に折り紙と同様の呼ばれ方をする場合も多いが、現代では特に洋紙で作られている正方形の模様が入った紙を折り紙、和紙で作られているものを千代紙と呼ぶ。千代紙という呼称は千代姫という女性名から取ったとも、 千代田城とも呼ばれた、江戸城の大奥で好まれたからとも言われる。伝統的かつ通常的な千代紙は、木版で柄や模様を色ずりしたものである。ただ、空ずりによって作られる無地の千代紙も一部にはある。起源については、京都で発明されたとする説が有力であるが、他にも、江戸時代に浮世絵師が作り始めた、同時代に大奥で使われ始めた。 戦国時代後期に山内和豊の妻である検証院によって発明された塔塔様々な遺説、俗説がある。いずれにしても贈り物の放送紙として用いられた絵法書が木版すりの技術と結びついて量産化されるようになったものである。武家の女性は贈り物や菓子を包むことに千代紙を使った。京都で作られた千代紙を経千代紙。 江戸で作られた千代紙を江戸千代紙という。京千代紙は、町人文化が流星となる江戸中期以前には、平安時代以来の公家伝統の夕食文様が主流であったが、町人の需要像に伴って京の風土や年中、行事にちなむ文様が新たに考案されていったとされる。京千代紙は、江戸千代紙に比して、衣装と色使いの渋さを特徴とする。一方、 江戸では、商人文化の流星が景をしのぐものとなり、加えて、浮世絵版画の多色すりの技術が発達したため、やがて景を上回る、多様性を持つに至ったという。江戸千代紙には、粋に代表される、江戸特有の風土に根ざした衣装が多く、その種類は千を超える。歌舞伎など芝居をモチーフとした、歌舞伎十八番、熊取、役者門尽くし、低引島など、 美麗な色使いのものが多い。和紙店灰原からは、川辺京祭や柴田瀬神羅の死体による千代紙や、うちわが販売された。ハットからあずり、半木に、絵の具やインクをのせずにすり、紙の凹凸だけで表現する版画の技法。エンボスも参照。ありがとうございます。